今ここに来たのは誰の声かな。まず車というものがないと来れない。まあその前にね、いいよね。じゃあ降りよう。ちょ、マジで暗くなってきたぞ。まあ日落ちたらやばい。うん、今半ぐらいだ。あ、待って、時間見る。あそこの神社行く？どこ？最後だし、ここの神社。違う、ここの裏の神社。これこれ、稲村神社。じゃあ行こうか。いるね、あれ。大丈夫かな。よいしょ。よいしょ。行く神社。え？神社行く？行こうか。うん。おいしょ。ここ何年も行ってねえよな、もう。おいしょ。何年も行ってない、ここの神社。稲村神社です。うん、山の神だ。ちょっと山の神の前で水分する。どうぞ。これ階段あるんだよね。ここだと明るいけどね。ここ降りられたんだろうな。ん？崩落しちゃったの。崩落？崩落？今から登るのか。大丈夫かな。多分もうケーブルカーないと思うけどね。いや、あの筑波山側あると思うけど。あ、筑波神社学校。よいしょ。よいしょ。うん。暗くなるね。うん、帰ろう。もうすぐ気が落ちるぞ。うん。4時半だから。これもそうなんだね。うん。開運。すぐ真っ暗なんだ。一枚だけ買ってるビッグ当たんねえかな。一等当たんねえかな。一等当たったらもう人生狂うよね。これ発狂すると思う。つかどうなんだろう。一気に入るのかな、ああいうのって。でも税金で何されるんじゃない？あ、ない。宝口系はないんだ、税金。いろんなありとあらゆる情報が、うん、うちの地方どうですかって来る。うざいっていうか、寄付してくださいじゃないけど、どっから行こうか。こっちからかな。ちょっと怖い、こう、これダメージ食らいそうなんで、これ。こっちから行くか。ほんと？こっちから行っちゃった。あ、こっちも楽だった。よいしょ。逃げるから大丈夫。ぶつけようがねえよ。よいしょ。よいしょ。なんか誰かの軍手みたいのがある。うん、よいしょ。よいしょ、よいしょ。怖い。こういうなんともない岩が怖い。ここ前誰か飛び降りてたもんな。怖い怖い。結構さ、登山とかってさ、使うわけじゃん、体力。下手したら疲労骨折になりかねないじゃん。だから怖いよね、そういう行為って。うん。昨日？なんかここだけ赤くて綺麗。あ、夕日、あれが落ちたらもうやべえぞ。ほら、ここだけなんか卵みたいな。ね、うん。これ、弁慶岩だっけ？弁慶七戻り。弁慶さんがおっかないよって戻ってきたんでしょ。七戻りってよくわかんないけど、7回戻ったのかな。行こうか行かないか。
まあでも罠っぽいよね。通った瞬間プチってなったら怖いし。すげえ年輪の数。こっちから登ってったね。うん。ここになんか大学生ぐらいのグループいたよね。いた。こちらの可愛いとか言ってくれた。登ってくれたのね。今ワンセクションでも登ってたの。あれ。もうここまで来たと思うでしょ。もうここまで来たと思うかもしれないけど、まだまだあるんだよ。寝てるんだ。いや、これ無理でしょ。だって森あるもん。木あるし、ここじゃ無理だと思うよ。うん、もうちょっと下だと思うんだよね。1km。ほら、思った以上に進まないんですよ、ここは。行く？大丈夫？神社はいいや。お二つ山。まあね。よいしょ。ちょっと待ってね。案外いやらしい。岩岩。ん？うん。バン。うん。よいしょ。よし。よし。よいしょ。これ見ろ。はい。なあ、この降りづらい場所来たよ。降りづらい場所。ここ夜やっぱやだな。ここやっぱ夜は降りたくないな。うん、こっちにしよう。右右。うん。